今回は気象庁が運用していた気象放送局 JMC を紹介します。 JMC は船舶向けに気象情報を提供する気象庁の特別業務の気象放送局でした。モールスによる気象放送は雨水送信所から中短波を使って24時間運用され、6時間おきに情報が更新されていました。今回は英文による警報及び概況の放送を紹介します。当時の運用を再現したもので厳密ではありませんが、雰囲気をお楽しみください。モールスによる気象情報の提供も GMDSS の運用開始により終了しました。 JMC の最後の放送は1999年2月1日午前8時50分気象庁通信課無線室から最後ということで、通信士が直接打電したそうです。
モールスによる放送は終了しましたが、いわゆるファクシミリ放送は今でも行われています。アマチュア無線機とソフトウェアで受信できるようですよ。あなたも聞いてみませんか？